はいどうも、カーデツです。本日はでね国立競技場に来ております。じゃじゃん。はい、と言いますのもですね、今日はですね、国立競技場の見学ツアーができるというところで、ちょっと中に入ってみたいと思います。それではレッツラーゴー。はい、それではですね、今からですね、ちょっとですね、中の方に、国立競技場の方の中に潜入したいと思います。それではレッツラゴー。ででん、行くぞ、新時代ワンピース国立競技場スタジアムツアー開催中。それではレッツラゴー。さあ、2階です。なんかいろんなイベントがね、あったりするんですよ。なんかナイトツアーもあるそうです。夏季限定ですね。まあなんかビアガーデンみたいな感じもできますね。はい、ドアオープン。数百名以上のオリンピック選手たちのサインが書かれている場所になります。インタビューゾーンということで、ここでは、インタビューされてたところだそうです。こんにちは。はい、聖火です。聖火です。ズズン、オタルス、ドン、オタルネス、こんな感じです。なんかちゃんと電源が一人それぞれ一人一人になります。はい、ナデシコですね。ズズン、ズズズズズン。あ、宮山さん、宮山さん、OK、宮山さんです。こちらの方が男子のボクサーになります。ジャパンのザッケルーンさんです。おはようございます。おはようございます。それではメインスタジアムに入ります。どうかだー、すごーい、広い、広すぎる、広い。おー、気になるとこやっぱりあれですかね、地面ですかね、このフィールドの肌触り。こんな感じ、こんな感じです。ちょっとモコモコ若干モコモコします。うん、でもすごいやっぱり滑らないですね。素晴らしいです。いやー、すごいですよ。ここもゲートもあります。はい、
この下はなんかよくテレビでみんながちらっと見ましたね。ここなんかよくわかんないですけど、はいはい、こちらから見るとこんな感じです。でかいです。座っているんです。じゃあちょっと若干座ってみます。ズズン、はい、普通の椅子でございます。あ、ちょっとあのドリンクホルダーもございますね。はい、4階の展望デッキでございます。はい、出ました。4階の展望エリアでございます。じゃじゃん、なんと4階のここは座席というシートというところで、すごいやっぱり上から見えると全部のコートが見えますね。ここで上からサッカー見えたらすごいですね。もう一望ですよね。このトラックも全部一望です。これ一周 400m あるんですよ。というところで国立競技場の見学ツアーでございました。皆さんご堪能できましたでしょうか。それではグッバイバイチャ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回の動画までバイバイ。